ナスヨイチは平安時代末期の武将、御家人。ケ図上はナス氏二大当主と伝えられる。一般的にムネタカと紹介されることも多いが、家督を相続した後はスケタカと名乗ったと伝えられる。ヨイチは十、余る一、つまり十一難を示す通称である。なお、ヨイチを称した同時大臣としては、真田義忠、シタ義縁がいる。 彼らと、那須与一を合わせて、源氏の三与一と呼ばれている。東鏡など、同時代の資料には、那須与一の名は見えないため、与一の辞籍は、軍記物である、平家物語や、源平清水期に伝えるところが大きい。平家物語の記述から逆算すると、カオ元年、永万二年、ニ南元年、ニ南三年,16年頃、168年ごろ、 ナススケタカの子として誕生した。誕生地は、当時のナス氏の居城館田城と推測されることが多い。平家、物語絵巻巻十一より、八島の戦い、扇の的、自称、樹衛の乱において、兄、十郎ため、高氏と共に、源の頼朝方に組みし、その弟、義経軍に従軍した。元略二年の八島の戦いでは、 兵士法の軍船に掲げられた扇の的を射落とすなど、功績を上げ、頼朝より五カ国に荘園を賜った。また、ため高氏を除く九人の兄たちが、皆兵士に味方し、ため高氏も後に罪を得たため、与一が十一なんながら、那須氏の家督を継ぐこととなった。与一は信濃など各地に逃亡していた兄たちを謝免し、領土を分け与え、 家屋国におけるナス市発展の基礎を築いたとされる。死亡時期は、諸説あるが、山城国伏見において死去。家督兄、五郎助行が継承したが、間もなく、鎌倉幕府の有力御家人、宇都宮はつなの子、大介が助行の養子となり、家督を継ぎ、その大介の子が、研究予年に、源頼朝のナス巻狩りの際に共和役を務めた講師である。 幼い頃から弓の腕が達者で、居並ぶ、兄たちの前でその腕前を示し父の助隆を狂嘆させたという地元の伝承がある。また、自称四年、那須だけで弓の稽古をしていた時、那須温泉神社に必勝祈願に来た義経に出会い、助隆が兄の重労ため、隆と与一を源氏方に従軍させる約束を交わしたという伝説がある。 その他与一が回帰とする寺社がいくつか存在している。平家物語に記される、扇の的を射抜く話が非常に有名である。また扇の的を射た巧妙で得たと伝えられている、荘園のうち一つの備中エバラそうがある。この伝承が事実であるかどうかは不明であるが、少なくとも鎌倉時代中期の段階で、那須氏の一族がこの地域を支配していたことを示す、記録が残されている。 弓の腕を上げようと修行を積みすぎたため、左右で腕の長さが変わってしまったと伝えられている。那須与一修高校ごぼしょぼしょは、京都府京都市の俗成院であるが、兄、助行が伊佐寺市院という寺を建立し、文骨を埋葬したといい、永正十一年に一度は廃寺になったものの、天正十八年、那須助影が那須市の菩提寺、原生寺として再建し、 那須市では、こちらを本坊としている。また、兵庫県神戸市須磨区の壁雲寺、総寺市院には、那須与一修高校御墓所という与一の墓とされるものがある。この墓に、お参りすると、年老いても下の世話にならないとする言い伝えがある。また近くには与一が信仰したとされる北向き、八幡神社と、地元の人々が与一を祀った那須神社がある。 山形県米沢市中央五丁目のサイレン寺の北西隣の国造菩薩堂の前には、那須与一の名を刻む高さ約4.2メートルの三重石塔がある。これは、与一の供養塔とされ、塔には、那須与一宗高校、千佐勝島森影、親校と刻まれており、裏には、京宝四年儲か十三日混流と混流日が刻まれている。千佐か影地下は、 上杉謙信の重臣だが、千坂氏は、那須氏とは、混族関係にあり、与一の森本武が伝わっていたとされる。また、扇の的をいた巧妙で全国に得た荘園のうち一つの、備中江原層の山中にも、与一の五輪区養刀が存在する。また、備中江原の菩提寺として光栄が回帰した、永遠商事の境内には、 八島での合戦時に破り捨てた片袖を祀った袖上神社があるほか、近隣には、那須一族の居城とされる、小杉城市や那須一族が入部した際に創建したとされる諏訪神社も存在する。那須家の墓は、徳川家墓地内にありそれは、現在幼稚院の管理にあるが2014年20代から26代の墓石が永代供養されてしまった。 現在あるのは27代から33代の墓石となった。以下の通りである。20代、那須ヨ一助夫ケフササイモンヌ大介1516年、英章13年日のエネ城の章へ越したまう栄翔11年8月4日21代、那須ヨ一正助サき守る1546年、天文15年7月23日卒22代、 ナスヨイチ・高助修理大部法名天聖著春1551年、天文20年1月23日卒23代、ナスヨイチ・スケタネ修理大部法名高月院、足水ツ雪大前天文1583年、天正11年2月11日卒24代、ナスヨイチ・スケハル。文治5年8月8日、研究元年10月など、父、スケタカの子という説もある。 山本隆白川祐希屋文書の中のナス文書、書質、村井章介編、中世東国武家文書の研究、海大書集、関東五家人ナス家の成立と東、西での展開、山本、東国における武資勢力の成立と発展をおたわらし、観光協会、ありがとうございます。